はい、皆さんごきげんよう。はい、本日はわらはなんともう書いてある大学に入学しようと思います。そういう大学じゃないし、ラーメン大学ね。何学ぶのかな、麺の作り方が、食べ方かな、やっぱそういう大学なの。そこ学ばないでできてるじゃないか。教える方しか得。はい、それでは行ってまいりましょう。はい、入学証をいただきました。はい、お手絞りです。嬉しいね、ラーメン大学、ね、すごい綺麗でございます。席もね、テーブルも多いのでね、入れているそうなので、皆様、はい、入学してみてください。わかりましたので、メニューを選んでください。お品書き、はい、先輩がいるかな。はい、大学の先輩です。大ちゃん、マスコップです。何がいたな、いろいろあるね。やっぱこれかな、古典味噌ラーメン。これだな、味噌ラーメンね、美味しいよね、ラーメン大学は。そう、ラーメン大学ってさ、シナノの国には結構すごいたくさんあるんだけどさ、そうあんまり他の県にはないのかな。ないのかな、でもなんか江戸が1号店らしいよ。あ、そうなの。もしかしたらあるかもしれない。豚骨もあるよ、その。あ、本当だ。あ、じゃあ、わしそれにしようかな。わしそれにする。わしは誰がないのか。あるら、さすがに。大盛りある？大盛りあるか聞いてみた方がいいね。ないのかな、大盛り。ランチのサービスあるぞ。あ、本当だ。うん。麺のサービスもある。麺のサービスもあるか。このコテ味噌は大盛りありますか。あ、じゃあコテ味噌ラーメンの大盛りと。豚骨麻油の黒。黒ね。はい、お願いします。大盛りがありました。よかった。さすが大学です。大学大盛りがないと大学じゃないでしょ。そうなの。だって大だから。あ、そういうこと。入学証がちょっと傷つかないよ。入学証入れる袋だったらまず。あ、これ。そっちが入学ですか。そっちが入学証で。使う方がね、はい、大事にしなきゃいけない。はい。どんことになりました。ここ私のじゃない。これは私のでございます。私のでございます。私のでございます。どんことになりました。おー、美味しそうでございますね。どんことでございます。とかなんか狙ってるんだけど、なんか私のがこの方が大学の教授がそんなことしていきます。あ、教授、名誉教授。そうそう、いただこうかな、先に。じゃあ、食べさせる。もちろん先にスープ飲もうとしてる。これ便利。私もこれをいただいた方が良かったかもしれない。うまっ、美味しい。これちょっと食べて。食べる。ちょっと信じられないくらい美味しい。わらわらもね、スープ飲んで美味だった。いただきまする。おぉ、目が大きい。うまいな。なんか、豚骨ラーメン屋さんみたいな。本当だね。美味じゃん。美味しい。これ、通うやつじゃね。さすがラーメンだよ。ということで、私はきっとその替え玉を食べることになった。はい、懐かしい。やっぱりなんか酒場に行ったのね。そうだね、ラーメン大学ね。やっぱ印象はいいよね。どっちが好きとか。こっちの方が美味しいの。これ初めて食べたよな。本当に美味しい。教授いかがですか。素晴らしいの。もし今麺が一通り終わってしまった、替え玉をちょっとお願いしよう。替え玉をね、早いな。部下早いよ。程度じゃないんだね。はい、今ね、替え玉を注文いたしましたのでね、足元でちょっといただいてみようかな。これもう今ないけどね。飲んでしまうと、うん、替え玉が食べれなくなる。そうじゃよ。得好きだね、これ。というわけで、替え玉がやってまいりました。替え玉来たよ。いいなぁ。いいなって言ってる。どうするか、とく、うん、ここから交換してみる。うん、こっち食べたらいいでしょ。どんどん、いよいよ、そっちも美味しかったからな。よし、じゃあ、こう出してみましょう。入れます。はい、替え玉いきましょう。入れます。替え玉姫に変えた方がいいかな。替え玉姫でも、大盛りの時もあるからね。あ、そっか。
美味しいトク好きだな、これ、うん、これ皆さんトクが好きなラーメン認定です、うん、おすすめでございます。大体わしが頼んだメニューなんでね、トクが好きなの、うん、食べたわね、うん、終わってしまうわ。わしより早くない？え、なんか頼んでいい？いいよ。もうどっちのラーメンが主なのかわからないけど、いくつ頼むんだよね。わしのチャーシュー食べられてる。結構わらわのじゃない？そうなの？そう。そっちわしのチャーシュー。あ、変わってるんだ。はい、じゃあやってきますよ。2杯目。今日いつもにまして食べてないから食べてます。実はさ、バラは風邪ひいたんだけど、うん、病み上がりというか、またちょっと若干病んでる。それなのにこんなに食べてない。うん、一口目の食べ方してる。食べっぷりが収まらない。わしも結構お腹いっぱいになった。風邪ひいた時ね、本当食べれない時あったもんな。冷や麦を3口しか食べれない時があった。3口って言っても本当数本だよね。そうもう3口以上ございますね。よかったよかった。はい、最後の一口かな、これが。うん、お腹いっぱいになったかな。ありそうかな。まだ8分目に到達してない。嘘だろ。あれマジで。間の2つは確実に特が食べてる。さらに味噌ラーメン食べてる。もう少し頼もうか。頼むの。頼んでいい。いいけど。すごく笑顔で迎えてくれる店員さんなんだけど。いい方だね。本当に優しい方。変な顔が激しくなってくる。こいつマジかってなってるかもしれない。何なんだろうって思ってるやつ。そんなに食うように見えないからな。それかわらわのことを知ってるから、ね、うん。こんな替え玉する人に見えないからな。まあ、でも、最初出てきた時、わらわの方にこれ来たからね。これ食べると思ってたから、ね。あ、確かに。替え玉のチャレンジかかる。でも、替え玉すると思ってなかったかもしれない。いつも麺少ないから。あ、大盛りだからね。なるほどね。これは大体おのこみたいな。なるほど、うん、あ、そういうことか。そうね、間違いない。そしたら大盛りのやつより食ってるじゃないかみたいな。大盛り食べだしたと思ったら変えて食べてみたいな。やばい、伝説になるぞ。ここでなんと3杯目でございます。やっぱ昼時だからね、だんだんとあの店も混み合ってきて忙しくしてしまって申し訳ない。申し訳ない、トップが食べ過ぎるもん。そうなんです。忙しくならない時間帯に来たつもりなんだけど、ね、そうそうそう、結構混みあるから。うん、やっぱ人気店なんだよね。そうだね、きっと。チェーン店だと味のほらばらつきがあるってよく言われるじゃない、うん、だけどここはなかなか美味しいっていう。そうなんだ。そうそうそう、ね、また一杯目みたいな感じがして何なんだよ、この娘の。さすがにちょっと味が薄くなってきたわ。あ、そうかそうか。うん、替え玉しまくってる。え、いつもさ、何杯食べてる？3杯食べてる。替え玉で言うと2個だよね。替え玉3つは珍しい。ちょっとでもブルックペッパーとか振ってみる。あ、やったね。多分こんなに替え玉するやつを想定してないから、きっと、うん、足すやつとか特にないの。そうだよね、うん、だし汁っていうのは、うん、おい汁、おいしい。なんていうの、ラーメンだしってやつね。うん、あ、面白かった。ありがとう。さすがにこれ全部食べればお腹いっぱいになるかな。なると思う、うん、みんな何食べてるの。さっと食べて、味噌ラーメンじゃないか。一度呼んでから店員さんみんな呼ばないよ。トークだけだよね。何度も何度も店員さん呼んで買い玉買い玉何回呼んだかな。3回は呼んでる。3回呼んでってことだよ、うん、そのために笑顔を切れてる。ありがたい、嬉しいね、うん、それだけ美味しいってことだよね。うん、さて、ついに替え玉3杯目がラストになりました。え、4杯目に殺してるじゃないね。ん、ちょっとそろそろ確かに厳しいかな。9分目ぐらいになったかな、うん、まだ10じゃないのか。それでは最後いただきます。はい、いただきましょう。終わっちゃったね。うん、半分ぐらいだったら入るかまだ食べようとしてる。はい、ダメですもん。今日はごちそうさまです。これで食べたら体に良くないですとか、うん、多分だいぶ薄い。はい、というわけでごちそうさまにございました。ぜひね、皆さんも、ね、こちら特道具にね、ございますので、うん、立ち寄ってみてくださいませ。これおすすめでございます、うん、特大好きだった。私も大好きだった。途中から特に食われてしまった。食べた時驚いちゃったよ。こんなに食べちゃった。こんなに食べちゃった。これも4杯より食べてると思って。食べてるね。それなのに9分目と言い張る。やめずにございます。よろしくお願いいたします。本日もはい、高評価ボタンと、はい、コメントと、はい、チャンネル
ラーメン大学入学証を皆様これを手にしてください。手にしてくださいね。はい、これを持っていると何か特典があるんですか？特にラーメン姫を好きになれる。あ、そういうことで、よろしいです、素晴らしいですね。ぜひ皆さんこれを持ち帰ってください。ぜひぜひ。それではまた。ごきげんよう。